始まります前にお願いでございますが、携帯電話をお持ちの方、マナーモードステップオフになっていることをもう一度ご確認いただきたいと思います。本日の講演は、大韓民国元陸軍大将ペクセナプ将軍にお願いをしたりしております。まもなく講師が入場されますので、入られますときはぜひ盛大な拍手で、お迎えいただきようお願いいたします。本年度の講演の演題は、北東アジアの平和と安定、韓国戦争勃発60周年に思うという題して、ペクソノフ将軍からご講話いただきます。最初に講師が入られた後、講師紹介をスライドで、やらせていただきますので、すでに将軍をよくご存知の方も多いと思いますけれども、もう一度将軍の経歴等についてご確認いただきまして、それから講話に入っていきたいと思います。まもなく講師が入場されますので、今しばらくお待ちくださいませ。それではただいまより講演をお願いしたいと思います。先ほど申し上げましたように、最初に将軍のご経歴等についてご紹介 させていただきます。今年の講演のためにペク将軍は昨日お忙しい中、韓国から飛んできていただきました。私どもも本日の講演を大変楽しみにしておりましたところでございます。ようやくこのように実現できました。最初に将軍のご経歴について、谷口の方より、簡単にスライドを使いながらご説明申し上げます。将軍、そのまましばらくお待ちくださいませ。はい、それではご紹介に先立ちまして、皆様のお手元にこのグリーンの表紙の資料がございます。でこれは前半3ページが、将軍のご紹介、そして後半はですね、将軍がお書きになった今日の講演の内容でございます。で一番最後にメモをつけておりますので、もしメモを取られる方はご利用くださいませ。よろしくお願いいたします。それでは、はるばる大韓民国から私ども防衛協会のためにお越しいただきましたペク・ソニプ将軍についてご紹介をさせていただきます。ペク将軍は1920年11月、今の北朝鮮平壌の西南方向にある平安南道厚生郡に3人兄弟の長男としてご誕生されました。幼い頃にお父様を亡くされて、一家は平壌に引っ越しをされました。平壌では家族を助け勉学に励む少年時代を過ごされたようです。やがて難関である教師を養成する平壌師範学校に見事入学を果たされ、1939年にご卒業されました。その後おじい様が軍人であるということもあって、当時満州の政治的軍事的な中心地である奉天で幹部養成の軍官学校に志願されました。ここからがペク将軍の軍人としての道の始まりであったようです。満州国軍の小隊長としてさまざまな任務にあたり、日本人にとって忘れられない1945年8月15日に満州国陸軍中尉として終戦を迎えられました。その後ソ連軍の進駐を避けて平壌に戻られましたが、共産政権樹立を前に決死の覚悟で38度線を渡りソウルに避難されたのです。1946年に
韓国国防警備隊に入隊されてからは、まさにこれが百将軍に与えられた運命なのでしょうか。第5連隊中隊長、第3旅団司令部参謀長など韓国軍創設にご苦労され、試練の時代を過ごされたのです。そして1950年4月朝鮮戦争勃発の2ヶ月前に韓国で最も伝統のある第一師団長に就任されました。この第一師団長の時に有名なタプドンの戦いがあります。この時のご苦労は後ほどご講演の中でお話をされると思いますが、ご自身マラリアの高熱に苦しみながらも退却してくる兵士たちをまとめて自ら戦闘を切り、突撃を行って見事に戦況を挽回されたのです。そしてインチョン上陸作戦後のアメリカ第一軍団隷下に入ったペク将軍率いる第一師団は平壌への一番乗りを果たされました。その後、ケソンで始まった北朝鮮との休戦会談では、国連軍の要請で韓国軍の代表として参加され、重要な役割を果たされました。1953年には32歳という若さで、韓国軍初の陸軍大将に昇進されました。その後、数々の要職に就かれ、韓国軍の近代化に大いに貢献されました。そして1960年5月に陸軍を退役されたのです。退役後は中華民国、フランス、カナダなど数多くの国の大使をされ、10年近くは外交官として海外でご活躍をされました。帰国後は日本の運輸大臣にあたる交通部長官に就任され、ソウルの地下鉄建設や1970年に起こった淀号ハイジャック事件の解決など多岐にわたり貢献されています。その後は経済界に転身をされ、ここでもまた経営者としての手腕を振るわれました。すべての要職を引かれた後は、戦争の教訓を次の世代の皆さんに伝えるためにソウルにある戦争記念館建設に力を注がれたり、執筆活動を通じて平和へのメッセージを送っておられます。日本でも将軍のご功績をたたえ、1995年に勲一等瑞宝章、また防衛省からは陸上幕僚長の感謝状など、ご活躍に敬意を表して叙勲表彰をしております。それでは将軍のご紹介はこれまでにさせていただき、ご講演を始めていただきましょう。皆様もう一度盛大な拍手でお願いいたします。ご紹介だ。谷口さん、ありがとうございます。冒頭に千年に一度あるかないか、東日本の大震災に犠牲になられた方々に対して心から哀悼の念を捧げます。今日は鶴田防衛会長様のお招きによって東京に来ました。皆さんにお会いできることを大変光栄に思っております。今日はこのアジアの安定と平和と申しますか、今ちょうど韓国戦争が始まって61年になります。今3世代ですけれども、韓国はいまだにも休戦状態が続いております。今でもこの非武装地帯といいますか、これによって北朝鮮と韓国の軍隊が24時間何十万の軍隊が日夜警戒をしております。世界でこういう
主体は関半島だけです。でこういう面で、今日はこのチャートを利用して皆様にお話し申し上げたいと思います。でこれが東アジアです。でこのちょうど関半島がここにありますけれども、この日本列島が世界でも2番目の経済大国です。この北には13億の中国が新興経済大国として今登場しております。そのまた北には世界でも軍事大国としてジャイアンツの国がシベリアと沿海州を隔ててこの東アジアに君臨しております。まず冒頭にお話し申し上げるのは、この太平洋戦争で東京湾でマカーサ元帥が日本から無条件降伏の記念式があった直後にこのアジアが変わってきます。このアジアはどういうふうにして変わったでしょうか。このジョセフ・スターリンという人がいます。この人が第二次大戦で英米と組んでナチスドイツを打倒します。この余勢を買って1945年の8月9日に日本に宣戦布告をします。300万の大軍が満州と北朝鮮に入ります。この人の影響によって東アジアが石化してきます。その次に皆様に紹介しなければならない人がこの蒋介石総統です。でこの人は辛亥革命といいまして、1927年に孫文という人を立てて中国が革命に入ります。軍閥を整理をして南京に国民党政府を作ります。でこの人は国民党の首領として昭和の12年にシナ事変が起こります。このシナ事変から十何年間この人は350万の軍隊をアメリカの援助によって軍隊を作ります。そして日本のシナ派遣軍100万と10カ年にわたって戦います。この人が日本の降伏によってこの人が中国の大陸でいわゆる勝利を得ました。ところが勝利を得た直後から国民党と毛沢東の共産党が国境内戦に入ります。これが5カ年続きます。これが三大戦役、紫平街と天津と徐州の戦いに蒋介石が敗れて、蒋介石は台湾に亡命をします。そして彼は中華民国という国台湾で作ります。しかしながら毛沢東はこの5カ年の戦いによって中国大陸を制覇します。このジョセフ・スターリンの援助によってこれが成功します。1949年の中国大陸を制覇します。この軍隊が後に元は蒋介石の軍隊であったけれども、これが毛沢東の軍隊になって青天白日の武将から赤い星の帽子をかぶって
後に王領港を渡ってきます。これがこのまた歴史を変えます。でこれは北朝鮮に入った38度線以北の当時のソ連軍の模様です。これはどういうふうにかと言いますと、この満州と北朝鮮に入って元関東軍の60万の軍隊がシベリアに抑留されて数年間労役して、その 10% が犠牲になって帰ります。皆さんよく知っておる あの歌謡曲にもあります岸壁の母というあれが思い出されると思いますけれども、とにかくこの北朝鮮が占拠してきます。でこれは当時アメリカの24軍団が沖縄からジョーナル・ハージという州長に率いられて3個師団が南朝鮮に入ってきます。でこの人が当時金日成といいまして38歳です。その後ろには25軍司令官のソ連軍の将官がこの人に対して平壌で1945年の10月14日に公設運動場に初めて現れたのが、これが金日成であります。この人はここにソ連の小さな勲章をつけて、このソ連軍の将官はどういうことを言うかというと、この人が将来北朝鮮の皆さんを統治する指導者になるということを告げました。これが今3代続く金王朝になります。そうすると南はどういうふうなあれになるかといいますと、南は今度はアメリカの支援によって李承晩という大統領がここに登場します。この人は1945年にアメリカから帰ります。でこの人は元かは李王朝の3代目の王様の系統の人ですけれども、まあ遠い遠戚ですけれども、アメリカに亡命をいたしまして、プリンストン大学で博士号をもらって、第一次大戦のウィルソン大統領のいわゆるプリンストン大学で学びました。でこの人はハワイとワシントンで40年間反日並びに韓国のいわゆる独立運動をして、1945年の末に韓国に帰って初代大統領になります。でこれが当時1948年の8月15日に初めて大韓民国という政府がここに登場します。でこの建物は、これは当時朝鮮総督府が建てた建物で、金日成大統領の時にこれを壊しました。でこの韓国戦争をお話し申し上げる上においては、このトゥルーマン大統領とアチスン国務長官を話をしなければなりません。これはどういうことかと言いますと、アチスン国務長官は1950年の初めにワシントンの凱旋クラブに行って、アメリカの極東防衛線は南朝鮮と台湾はこれは含まれないということを話しました。でどういうことかというと、このアリューシャン半島、アリューシャン列島から日本列島を経て
このフィリピンにこの極東防衛線を引いたということを世界に公言をしました。でこれがまあ引き金というわけではありませんけれども、まあ一つの一助にはなるでしょう。そうすると北朝鮮と当時韓国の軍備のバランスがここに壊れてきます。さっきも申し上げましたようにジョセフ・スターリンは金日成の軍隊に20万の軍隊をソ連軍の3000人の軍事顧問団によって5カ年にわたって永遠と築きます。これが戦車300台、大砲戦200門、それから戦闘機200台を供与して20万の軍隊を作ります。ところがこのアメリカという国はこの韓半島に対して一定の政策があまりなかったようで、重装備をしてくれませんでした。それで、9万人に大砲、小さい大砲しかくれなかった、こういうアンバランスの時に金日成が1950年の6月25日の午前4時に38度線を越えて一斉に襲いかかってきた。日曜の朝です。でこれがこの東と西に分かれまして、このソウルに集中して攻撃をしてきました。で当時私はこの西川の第一師団のセンターの師団長をしたことがあります。でどういうことかと言いますと、この臨進港のところとそれから犠牲府に、これが集中をして3日にしてソウルが落ちました。ご承知のように韓国は中央集権の国で、このソウルが落ちたらもうこの国はもう希望が持てないんじゃないかなといういわゆる絶望の事態になりました。でそういうふうにして、結局ソウルが落ちてしまった。でこれが当時、金日成の軍隊がソ連からもらったこの T-34 の戦車です。これが第二次大戦でスターリンがベルリン攻撃劇に使った戦車です。でところがここに、韓国はこれで終わるんじゃないかなと思った時に、このマカーサ元帥が韓国を救いに参りました。でこの、人が6月29日に東京の総司令部からソウルに飛んで、ソウルの観光のほとりで立って、この人が状況を視察します。で結局アメリカの介入をなくして韓国は救われないというふうになりました。でこれが当時第一ビルにあったマカーサ元帥の総司令部のヘッドコーターです。で初めてこの戦争によって国連がいわゆる常任理事国といいまして、ソ連が欠席した隙にこれが通過しました。で初めてこの歴史的に韓国戦争が国連の旗を使うようになりまして、ここに16カ国が韓国を武力で支援をします。でこれは当時九州の小倉にあったアメリカの24師団が釜山に上陸してくる状況です。でこれは当時24師団長であったリンという将軍が
とそれから横浜にいた第8軍司令官のウォーカーという人が韓国に飛んで、だんだんこの戦争を支援するようになってきます。で結局北朝鮮軍の20万は永遠としてこの南下してきます。そういうふうにしてとうとうこの釜山共闘法というここしか残らなくなります。で結局どういうふうになってきましたかというと、このワイコンというところからこの東は北は韓国軍の5個師団とアメリカの4個師団がこの楽東港で2ヶ月戦いました。でもしこの時に金日成に敗れたら韓国の今日はないと思います。でそういうふうに戦ったかというと、アメリカの4個師団はこの楽東港沿いに戦いし、我々韓国軍はこの北5個師団がここで戦いました。でその一例がこのタブドンの戦いになります。でこれは当時、ボーリンアーリーといいまして、この北朝鮮の3個師団を我々が支えて、アメリカの2個連隊がここで初めて米韓軍が共同作戦をします。でこれは当時ウォーカーという中将が戦線を回る状況です。でこれは当時、国防長官に私が報告する状況です。でこれは当時我々を支えてくれたマケーレスという連隊長です。でこの人もこれはフルーマンといいまして23連隊長です。でこれは当時私のみすぼらしい当時の一つのあれです。でこれは沖縄から飛んでいった B-29-98台が絨毯爆撃をしました。でそれで北朝鮮軍の主力を叩きました。でこれは当時のこれが釜山の港です。ご承知のように韓半島では釜山の港が一番大きいんです。これは横浜の港に匹敵します。で当時はこの山に木がなくて皆ハゲ山になった時代です。今は韓国は木が非常に生えてきました。経済がで今は北朝鮮はほとんどの山がハゲ山になっています。でこれが今釜山の港で、これが今400万の人口を抱えております。でこのさっきも申し上げましたように、この釜山共闘法で2ヶ月支えて、で当時これだけじゃ勝負にならないというわけで、マッカーサー元帥がこの有名な敵前上陸を果たします。これが人選上陸です。で人選上陸はどういうふうにして戦われたかというと、北海道にいたアメリカの第7師団と海兵師団と韓国の17連隊と韓国の海兵連隊をこの佐世保から統率して人選に上陸します。この人選はご承知のように関門の差が12メートルあります。でこれをよく利用して人選上陸を果たします。でこれは当時韓国の17連隊の上陸直前の話です。でこれが月尾島に展開した第一海兵師団の状況です。これが当時月尾島という人選のちょうど前の島があります。でこれが
ご承知のように今新選が大体250万の人口を誇っています。どういうふうにしてやっていったかと言いますと、このアメリカの第9軍団が2個師団がこのジェンダ道に撃って出ます。それから第1軍団が